疲れ様です。おいやっぱり来たな。1週間ちょいぐらいで来ましたね。うん、多分来ないなと思ったんだけど、はい、やっぱ来たか。今日何を撮るんだ。何を、ほら遊んどる暇ねえんだでよ今日はちなみに今はこれはもう終わりかけよ。終わりかけでどういう作業。どういう作業。はい、見てのまんまよ。見てのまんま、見てのまんま、見てのまんま。あと小物ばっかかな残っとるのは。これあとどれぐらいかかる感じですか。で、明日だと。明日まではかかっちゃう。明日俺一人だね。一人で OK だわ。ここの施主さんも YouTube 見られてる方だったんですよね。そう。で聞くところによると寺岸さんご指名だそうで、うん、まあそういうこと、ね、そういうこともあるんですね。あるて。さてと塗りますか。まあ塗らんと終わんねえ。今日はこれはいるかい。いるかい。いります。いるかい。ヘルメットは必須です。いるかい。いりますよ。さあ行きますか。お願いします。こっちから行くか。参ったな今日本当に来るとは思わなかったなこの作業は名前とかあるんですか。これ習字の筆。習字の筆。うん、習字の筆。あ、筆筆いやろう。これこれは2回目ってことですね。そう、2回目ですよ。2回目。1回じゃやっぱりダメなんですか。1回でもいいんだけど、はい、別に1回でもいいよ。だけどちょっと光沢が悪いかな。別に2回塗るっていうあれはないけどね。うん、これはなんていうところを塗ってる。水切り。終わり終わりもうこの黒いところ拾って終わりになるんですか。塗って終わり。これはねまだ他も残ってるけどね。ああ、うわ綺麗、ツヤツヤですね。塗りたてはな。これは難しいんですか。これ、はい、難しいかもね。これは本当ですか。うん、どういったところが。もうつけれんでね。ああ、はみ出ないように。そう、綺麗に塗らなきゃいけないってことですよね。そう、うわめっちゃ綺麗。目で見ても綺麗ですからねこれ。いやこれ家全部塗るの大変ですよね。大変だって。うん、どれぐらいで乾くんですか。いや、あの表面上だと早い。もうすぐさ手につかないぐらい。30分ぐらいでもう完全に乾いちゃう。そうなんですね。押さえると後つくけどな。これで1名要は板の位置なんだよね。ああ足場。うん、全くそうなんだ。板っていうのはアンチのことですか。アンチのこと。アンチのこと、うん、板はどこに置くかなんだよね。あのリュウジさんのアンサーを聞いてどう思いました。あれまあその寺光さんのがいいって言われてたじゃないですか。寺光さんはなんか3段のところ4段組んであったりっていうんですけど、やっぱ1段増やすと1面だけだったらまだあれですけど、その全面例えば1段増やすとかになるとすごい量増えるじゃないですか。ああ、じゃああいつ2台で来たってこと。あいつの現場は。いやわかんない。その限界ギリギリで持って、限界ギリギリ持って運んでたんじゃないですか。いやあいつ全面に組んだったりね。ああ。じゃあトラック2台で来とるってことか。また寺光さんにも聞けたら。うん、とかあのトシ君とかだと、あの部材が多いんだよね、使う部材が。あ、そうなんだ。余分なとこも組んだるもんで、あのベランダの中とかも組んだるもんで。へえ。ああ、脚立でやれるとこも意外と組んだるんだわ。だから部材多いはずなんだけどね、その分。でも組で2台って言ったらよっぽど大きい家じゃないと来ねえだ。普通の家だったけどな。組める範囲のやっぱギリギリを。うん、持ってきとるのか。うん、どう思うよ。どう思う。どう思うや。まあどういう風に組んだらまあ塗りやすいかっていうのは分かるけどっていう話でしたよね。そこまで時間はかけないっていう。うん、組みだけだったらいいんだね。はい、組んでどっかバレしに行くとかなると、はい、そんなにやっとれんのじゃない。あります、ね、次の時間あるもん。何時までに落とすと次移動しない。移動の時間もあるしね。はい、そう考えると難しいんじゃない。きっちりやるのはね。はい、めっちゃ綺麗。足場が悪いからといって塗装が汚くなるとか、はい、あれはそんなになるわけねえだろうっていうただ遅くなるだけ、はい、仕上がりが悪くなるとかはないわ。あ、これ一回ハーモンさんにも聞いたって。レジェンドに返答を待っとるのは2人だろ。そうですね、今のところっていうか2人しか出てねえでね塗装はこの仕事も楽しいよ。楽しいですか。うん、いやまあ僕もすごい興味はあるんですよね。カメラマンやめろ。だったらカメラマンやめろ。美術は自信あったんで。美術嘘つけ。本当ですよ。じゃあやれ。5段階評価で5でしたよ。嘘だ。本当ですよ。ちょっとやってみろこの水切りも結構時間かかるんだよな。あ、
何が一番時間かかるんですか。壁だって壁面積が広いだろう。で、あのちっちゃいローラーでやるじゃん俺。本当ですか。あのちっちゃいやつやるじゃん。嘘だ、絶対間違いを教え込まれてる。間違い教え込まれてもう間違い教え込んどいて。で本当にそれでやったら怒られるんだって。シーリングも綺麗。やりづらいというか大変なところってあるんですか。あるって。どこですか。その家の部位的に。極狭だって。極狭。あ、極狭の現場。極狭。極狭は絶対俺だよね。回ってくる。回っても絶対俺。仕事してるとこの作業は好きみたいなのあったりするじゃないですか。おお。寺岸さん的に楽しい作業、この作業は楽しいなみたいな。俺が楽しいのは何だろうね。用事は楽しいかな俺は。ほんとっすか。うん、これみんな嫌うけどね。はい、塗るのも楽しいけどね。はい、用事も楽しいべ。なんでですか用事。ビニールだ。ビニール貼るの楽しくね。いや全然わかんないですね。わからんだろう。はい、多分やってる寺岸さんしかわかんないんじゃないですかね。これみんな嫌うよ。養生こそ上手い下手が出そうですけど。出る出る出る。もうすぐ一周っすね。よいしょ。ようやくだね。やっとですか。大変だ。何の動画だ今日は。水木の塗装に密着。密着。あた。よし、完了完了。お疲れ様です。はぁ、もう疲れ切ったわ。この後は何塗るんですか。この後、はい、ベランダの水切りやって、それやったら終わりだな。ということで今回も寺岸さんのところにお邪魔しました。店じまい、ね、店じまいだね。今度はあのもう本当に壁を塗ってるところを撮りたいですね。あ、壁か。はい、ということでお邪魔しました。塗ってるとこ見れたんで満足です。そうか。時間がかかるだろう。じゃあ、はい、あとは、うん、もういいか。おやつの時間だ。ということで、はい、お開きだ。いや、その前にあの宣伝告知を。あれもやめようぜあれ。もう宣伝告知をやめようぜあれ。って言ってる間に出しといてもらったり。出とるんかよもう。もう何もしなくていいわ。終わったか。もうちょいですね。もうちょいか。はい、もう大丈夫です。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ドローン。